両チームの選手が入場してまいりました。左側が現在8位、青のユニフォーム、ビファーレン長崎。右側、今日は白のシャツに、トクラ。ただまだガブリエムがついています。トクラが中に行く。左足、グランダー。シュートは打てるか、トレイソン。ブローダー選手を。素晴らしいセーブですね。山根が大きく前に蹴り出します。あ、これが収まればチャンスになるが、マルセロ・ヒアン。そして1人かわした、速い、シュートまでいっかい、決まった、横浜 FC 先制。前半の30分、ボールマイボールにした後でドリブル、そして最後左足ですかね、まあ、右足で打つと思ったんですけども、そこに対して、まあ、左足で打ったことによって和田から長いボールを送っていく山下、走り山下、突破がある。さあかわせるか、うん、ここはよく対応した長崎。ただボールは長谷川、シュートっていった、決まった、左足、横浜よしというふうに思うんですけども、前が一瞬空いたんですよね、まあ、その隙を見逃さなかった中で、あとはしっかりと最後ボールを見て、左足を振り抜いた、サイドネットにね振り抜いたシュートですけども、の脇のところを2対1、こういった状況ですよね、うん、その奥田選手と大竹選手をどれだけ走らせるか。ヒアンが送って、シュートはかわして、シュート、また戻ってきた、まだある、長谷川、小川選手ですかね、はい、ここで切り返しは決まったんですけども、うん、この後決めたかったでしょうね。笠原よく足当てましたね、当てましたね、まあ、ここもこうね、長谷川選手イメージが、ここは長崎奪った、エジガルジュニア、クレイソン、クレイソンはクロスだ、速いボール、よく触りましたね、そうですね、これです、まあ、逆サイドにというような狙いがあったシュートだと思うんですけども、シュートはまだ打たない、戻します、右サイドからのクロス、クレーベ、目安の4分、ここで試合終了。横浜 FC が勢いを持続する連勝、21勝目を挙げました。